レビの前で首を長くしていた皆さん、こんにちは。眩しい太陽が見つめるこのスタジアムには今日も大勢の人が集まっています。さあ、90分の戦いの前半戦、その45分の開始です。右を守るのがオーストラリア、左にエンドを取るのがデンマーク。早野さん、この試合勝つためにはまず何に気をつけるべきですか？まずは先制、キーパーキャッチ、コースは良くてもこの威力ではゴールは難しいですね。シュート、キーパー止めた、タッチに出ました。右へ送ります。通った通った、これが通った。前方にパス、オーストラリア、このドリブルから突破口を開けるのか。キレのあるゴール。前半戦中盤、オーストラリア。さあ、試合再開のキックオフです。ドリブルで持ち込みます。シュート、決めさせない。前方にパス、ドリブルで攻め込みます。右へ、さあ誰にパスを送るのか。中央にクロスボールなんか面白いと思いますけど。残念、通りません。このロングパスは通らない。ロングボールはそうそう通りませんよ。左へパス、渡った。オーストラリア、このドリブルから突破口を開けるのか。パスが主体のサッカーだから、こういったドリブルも大切ですよ。シュート、残念、キーパーの正面でした。正面をもし狙うんであればもう少しシュート力が必要ですね。前半終了、オーストラリア1点リードで後半戦を迎えます。さあ、90分の戦いの後半戦、その45分の開始です。次にゴールを奪った方が断然有利になります。シュート、体で止めた。敵の攻撃に対し全身で立ち向かいます。左へ、さあここからどう攻める。右へ出します。パスを出すタイミングを図っています。これが通った。ドリブルで持ち込みます。前へ、ドリブルで持ち込みます。このロングパスは通らない。ちょっと無理があったか。やはり取りませんでしたね。ゴール、見事なゴール、ファインゴールだ。後半戦も半ば。さあ、再びキックオフです。9番、勢いに乗ったドリブルで駆け上がります。ほんとキレがありますよ。ロングパス成功。ここから早いですよ。右へパス、ゴールネットに落ち込んだ。後半戦中盤、オーストラリア。デンマーク、キックオフで試合再開です。右へ出します。強引に行った。シュートに威力がありません。キーパー楽々キャッチです。正面をもし狙うんであればもう少しシュート力が必要ですね。この隙に選手がゴール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 。後半戦終盤、デンマーク
試合再開の笛が吹かれました。デンマーク、ドリブルから攻撃を組み立てます。下半身が非常に安定してますね。前に送りました。これが通った。オーストラリア、ここは通しません。パンチング、デンマークコーナーキックです。大切なコーナーキック、決まったか、決まった、決まった、ゴールだ。後半終了間際、取り返すか、それとも追加点か、今試合再開です。ここです。3対2。